はい、お疲れでーす。今日マリーゴールドの後楽園行ってましたんでこれの現地民の感想ですね今日のこれマリーゴールド本当は行く予定がなかったんですよなんですけども今日ちょうど水道橋に全然別件で用事があったんでなんで時間的にもあこれマリーゴールド寄っていけるなと思ってはい急遽当日券買って行ってきましたね何気に当日券って1000円もアップするんですね ちょっと割高になっちゃったなって感じで、1000円あったらね、ね、吉野家の牛丼2杯も食えるんでね、あ前売りで買っときゃよかったなっていうね、それは思ったんですけども、はい。まあ、それはさておいて、えー、っ今日の高楽園ですね、監修人数とか見てないですけども、後ろのね、南の方とかね、結構ガラガラッたっすね。人数、僕の肌感だと、1000は切って、800から900ぐらいって感じじゃないですかね。はい。まあ、そんな感じで、 あのー、やっぱりこの客数見て思ったんですけども、あの旗揚げのね、あの熱を見てしまったからね、あーやっぱあれは旗揚げバブルだったんだなっていうのはね、ちょっと思いましたけども。はい。まあ、それはさておいて、今日の感想、えー、第一試合から喋っていきます。第一試合が、石川奈 VS、えー、瀬戸レアのシングルマッチ。はい。えー、まあ、ランクで言うと、もうここのマリーゴールドの今の、 格の最下層ぐらいにいる選手によるシングルマッチなんですけどもただキャリアとか年齢も考えたらこれさすがに石川猿は勝つよねっていう感じで見てたんですよっていうか石川尚が勝たないとちょっとかわいそすぎじゃねっていうねなんかそんな感じで見てたんですよね 石川直選手の方が、えー、っと、多分キャリア4年ぐらいですかで、瀬戸リア選手が多分1、2年ぐらいですよね。1、2年ぐらいだった、だと思うんで、だからこのキャリアとかね、それを考えていくと、ここは石川直が勝たないと、ちょっとまずいだろう。だと思ってたんですけども、いやー、これ瀬戸リア選手がね、勝っちゃったんですよ。 いや、これ見てびっくりですよ。もう石川直って今のこのマリーゴールドのこの選手層の格の中で一番下じゃねえみたいなね。そんなのは思ってたっすね。だからそのうち、えー、ビクトリア・ゆずきとか、あと田中絆ちゃんとか、その辺もこの石川直を踏み台にして上がっていくんだろうなっていうね。なんかそれは思ったんで、やっぱりこの石川直選手、えー、マリーゴールドマンの築山和歌みたいなね。うん。なんかやっぱり築山和歌の こここの系譜月山のの山匂いを感じるっていうところですねこの会場のねちょっと声援も石川直選手結構声援あるんですよだからこの辺も築山若だなっていう感じなんですよね築山選手もね結構会場では1000円飛ぶじゃないですかだからこの1000円飛ぶ感じとかもあ月築山若だっていうねそんな感じでしたけどもねうんだから僕はねこの石川直央選手のこの今回の扱いを見てねロッシー小川の放置リストの中にもう入って っててんなっていうちょっとそれ感じたんですよね。ロッシー小川の全くプッシュする気のない選手はずっと最下層で特にテーマを与えられずずっとジョバーで終わるっていうこの地獄のループ。いやー、これ石川直選手、このロッシー小川の毒画にはまっちゃってんのかなっていうね、ちょっとかわいそうだなーっていう気持ちが出てきましたね。この選手、なんかやっぱ感情移入をそそるっていうかね、 あの、入場曲もね、すごくかっこいいんですよ。なんか主人公っぽい感じのテーマ曲で、なんか僕は、なんか応援したくなるようなね、ちょっとそういう感じで見てるんですけども、いやー、ただロッシーの毒ガにハマったかなっていう、ちょっとそれはちょっと気になっちゃうですね。はい。まさかこれロッシーが側も、一回も勝ったことない石川奈央の初,初勝利の相手が、高橋奈々江とかね、またこの間の月山パターンと同じことするんじゃねえかなっていうのがね、ちょっとそわそわしてますけどもね。 はいまあそんなとこでした。はい、以上です。はいで、第2試合が、南小桃、えー、松井美沙 VS、えー、美人な外国人2人、この試合なんですけども、特に、これといったこれはないですけども、この南小桃選手と、この外国人選手の攻防の中で、どっちかが原因かはわからないですけども、すごく噛み合わなくて、技が失敗するシーンがあったんですよ。で、そこで、失笑が起きるっていうね。 うん、僕もいろんな団体ちょいちょい見てますけどもなんか実際現場で失笑が起きる試合ってねなんか久々に見た気がしますねはいまあそんな感じでちょっと失笑したのがちょっと印象残ってるっていうそんな感じですかねはいまあそんなところとあとこの美人な外国人2人うん、なんかこのままマリーゴールドいても絶対ジョバーだよねっていうねうんなんかそんな感じがしたんでなんかどっかのタイミングで トニーカンに見つかって、トニーカンに買い取ってもらった方がいいんじゃないかなっていうね。ちょっとそれは思ったっすね。うん。いや、本当にルックスがすごくいいんでね。だからなんか、なんかのタイミングでトニーカンが買い取ってくれた方がね、彼女たちのためになんじゃないのかなっていうね。それは思ったっていう感じですかね。はい、以上です。で、えー、次第3試合が、えっと、マリーゴールドのタックオーダー決定トーナメントの1回戦。一応今日の、この後楽園の、 一番の目玉がタック王者決定戦が一番の目玉でトーナメントが2試合あって勝った方が後のメインイベントで決勝をやるという感じでそのトーナメントのまず1試合目が未来桜井舞悠ス野崎渚千秋組の1回戦だったんですけどもこの試合はですね途中で寝落ちしかけてたんであんま覚えてないですよね。 なんか最後、桜井舞が勝ったのは記憶残ってるんですけども、試合の細かいところ印象残ってないんで、はいちょっと眠りのプオタでした。はい、以上です。はい、で、次が第4試合で、同じくタック王者決定トーナメントの1回戦。青のミク、正月夏見 VS、甘玲晃輝、後藤千佳。はい、この試合なんですけども、うーんと、やっぱりこの甘玲晃輝選手。 今、すごく売り,出さ売り出されていきそうな選手の筆頭額なんですけども、なんかね、ちょっとやっぱ危ないなっていうね、感じを思ってしまいましたね。今日もね、なんかこの後藤千佳とのなんか連携技みたいなのをやろうとして、なんかね、それがちょっとミスっちゃって、若干失笑みたいなのがね、ちょっと起きて、起きてたなっていう感じなんですよね。まり恒貴選手が後藤千佳選手をパワーボムで持ち上げて、 で、その持ち上げられた後藤千佳を寝てる相手に浴びせるっていう技をやろうとしたんですけども、なんかね、それで後藤千佳選手を持ち上げきれずに、なんかそこで若干の失笑みたいなのがね、ちょっと起きてたんで、あーだからところどころあるんですよ。この選手の得意技の。 えー、旋回式ボディープレスとかも、あれなんかちょっと危ないな、一歩間違えたら膝当たんじゃねえかなとかってちょっと思ってたりするんで、確かにルックスはいいんですけども、うーん、肝心な内容の部分がねっていうね、うんそんな感じですね。今日もね、メインイベントの後にこの天童光期選手、えー、タイトル挑戦のアピールしてたんですけども、あー、すげえプッシュされてんなっていうね、うんちょっとそれは強く感じました。はい以上です はい、で、次が第5試合、えー、ボジラ VS 高橋七恵。はい。えー、この試合なんですけども、まあ、まさしく、重量級巨漢対決っていうね、うん、そんな感じで、結構注目っちゃ注目なんですよね。はい。で、ボジラという、えー、ちょっと空気の読めない、この巨漢相手に、えー、我らが高橋七恵はね、どう対処するのかっていう、ちょっとそういう楽しみがあったんですけれども、 んと実際、この試合を見て僕の印象は、ボジラが空気読めずに制御不能になる前に、高橋七重がうまく試合をまとめてたのかなっていう、そんな印象ですかね。結構ところ、途中途中で、か高橋七重がボジラにハリテック 食らわしてそこでボジラが勝ってスイッチ入って、張り手をね、かますシーンがあって、あれあ、やべえ、これ、ボジラの空気読めないスイッチ入れちゃったかなと思って、ヒヤッてしたんですけども、そっから高橋七海は深追いせずに、ビンタで返すんじゃなくて、逆水平で対応したりとかね、なんかところどころで、ボジラの空気読めないスイッチを押す手前で、高橋七海が軌道修正するっていうねああ、そんな感じでしたね。でね、やっぱ高橋七海はね、 僕もちょいちょい言ってんですけども、なんか今もう女子プロ版の石井智弘的なね、そんな印象ですかね。今日のこのボジラ戦も、もう、あれ、ネバー戦じゃねえよな、これみたいなね。なんかそういうゴツゴツ系のね、試合だったんでね。いや、高橋奈々はやっぱり名勝負製造機じゃねえかっていうね。うん、ちょっとそれは思ったっすかね。はい。でも最後は、ボジラのね、同時めスリーパーで終わったっていうね。 うんもうちょっと続き見たかったっすね。もうちょっと、この男子交換のあるゴツゴツな展開をね、ちょっと期待したんですけども、そのゴツゴツの奥深く行く前に、ボジラがスリーパーで終わらせちゃったっていうね。はい、そんな感じでした。あー、で、あと、この試合で僕がもう一個気になったところは、ボジラのコスチュームが元のコスチュームに戻ってたっていうところなんですよね。この間、両国で、ボジラのコスチューム、 我々に驚きと興奮を与えたであろう、あのボジラのケツ丸出しコスチューム。あれではなく、普段のボジラの青いコスチュームに戻ってたのが、ちょっと意外っていうか、うん、あ,あ戻してきたなっていうね、うん。そんな感じだったんですよね。うん、あの両国の時にも僕同じこと喋ったんですけど、あの時ボジラが、 ケツ丸出しコスチュームを選んできたのは、おそらく2つの理由があるんじゃないかなと思って、それは、ボジラの我々に対するサービス精神。これが1個目。2つ目が、ビキニスタイルの写真集に、ボジラが入っていなかった。いわゆる、ボジラは外されてしまった可能性がある。その外されたことに対して、ボジラがロッシー小川への当て付けとして、ケツ丸出しコスチュームを披露することによって、 ロッシー、なんで私を外したの私はこんな素晴らしいボディを持っているのよ。ビキニスタイルから外したこと、後悔させてあげるわよ。っていうふうな、そういうボジラのロッシー側への当て付けみたいなね。 ロッシー小川へのアンチテーゼみたいなね。なんかこの可能性、この2パターンのどちらかかなっていう風うなことを前も喋ったんですけども。はい。なので、それらの可能性の2パターンを踏まえた上で、なぜボジラはコスチュームを元のコスチュームに戻してきたのか。これをちょっと僕なりにもう一度考えてみたんですけども、これって、もしかしたら、ロッシー小川に、あれはやめなさい。 ボソってて軽く注意されたかからなのかなのいうね、うん、ちょっとそれを思ったんでだからやっぱりロッシー・オ側にとってはあのボジラのケツだし、うん、あれはちょっと気に食わなかったのかなっていうね、うん、なんかそんなのを思ったんですかね、うん、当てつけでロッシー・を側に私のボディをちゃんと見ろよっていうアピールをしたかったボジラなんですけども逆にロッシー・を側からやめなさいっていう忠告を受けたっていうねそれでコスチュームを 戻さざるを得ななかかったったていうね、うん,なんかその可能性もあるのかなっていう感じですね、はいまあ、もっとシンプルに考えるとあのケツ出しは本当のビッグマッチ専用、うん、まあ普通に考えたらまあこれが一番ベタだと思うんですけども僕はやっぱめんどくさいポーターなんでねいろんなこう余計なことを考えてしまうんでもしかしたらロッシーを側に注意を受けてコスチュームを戻してきたまあこの可能性もなくはない捨てきれないなっていうねはいそんな感じでしたはい以上です はい。というわけで、ちょっとセミとメインは、えー、この後また喋りますんで、一旦区切ります。はい、えー。期待してない動画コーナーは一旦置いといて、またあげたらよろしくお願いします。では、失礼します。See you next time.